ペコーラいつもありがとう。ということで、2023年大晦日にひっそりと公開されてた息抜きホロライブの話をします。うん、手探れじゃねえか手探れのホロライブ版でしたね。うん、手探れ部活物っていう、まあ、辰木監督も関わってたアニメがあるんだけど、まあ、そのノリを、ホロライブの皆さんで、まあ、ちょっとやったっていう感じなんですが、めちゃくちゃ親和性高かったですね。うん。やっぱあの形式で、VTuber とのわちゃわちゃにはめちゃくちゃ合うなと思いました。あと、ホロックスの皆さんだけじゃなくて、やっぱみんな、結構、単発で、まあ、先輩方の、まあ、画像が出てきたりするのも良かったですね。個人的には、ソラちゃん先輩が好きなんですよ。うん。あと、ま、シオンのところで、なんか、スイカゲームやってんのも、まあ、これ結構、流行りをちゃんと取り入れてるなと思ったし、まあ、結構世界観に合わせたスイカゲームっぽい感じがいいよね。うん。まあ、スイッチで遊んでてもいいんだけど、まあ、結構現実的なスイカゲーム育成みたいな感じやってんのも、まあ、結構リスペクト感じるかなと思いました。あとはそうですね。これ、アニプレも関わってんだよね。アニプレとホロライブさんのカバーと、辰木監督、平安さん、ゆっこさんの仲良し3人組で、まあ、結構アニメ化って大変なんだよっていう話でもありましたね。まあ、枠を取るために、まあ、数年かかりますって。まあ、2年ぐらいかな。まあ、体感的には、まあ、外部の意見だけど。まあ、逆に考えると、まあ、これが、ホロライブリスナーから見て、まあ、いけるかどうかっていう、まあ、そういう試金石でもあるだろうし、まあ、なんかさ、アニプレとカバー、まあ、ホロライブで、なんか、アニメ化企画動いててもおかしくないよねっていう感じですか。まあ、変に世界観やるよりかは、こういうわちゃわちゃ感、手探れ部活物っぽい雰囲気の方が確かに合ってるっていうのはあるから、まあ、ホロライブ側がどういう反応なのかっていうのもあると思います。まあ、辰木監督が元気そうでよかったですよ。まあ、年末早々いいもん見せてもらったと思います。まあ、今年もよろしくお願いします。以上です。